内村ルツ氏内村ルツ氏は内村肝臓の長女。数え年19歳で養成したが、その死は父、内村肝臓に衝撃と大きな影響を与え、キリスト教会全体に波及するサイリン運動の原動力となった。1894年、京都で内村肝臓と妻である静子との間に生まれた。肝臓の愛読する旧約聖書のルツきから取られ、 ルツ氏と命名された。1911年に実践女学校を卒業して、父が経営する聖書研究者の社員として働いていたが、その2ヶ月後に原因不明の難病を発症し、12月4日には医師から死の宣告が下された。その後、父の頼みで東洋選教会の笹尾哲三郎が進行を指導した。臨終の3時間前に両親と共に、 生産式に預かり、感謝、感謝と言い、もう行きますという臨重の言葉の12分後に死去した。1月13日に、今井間聖書行動で、田島進む牧師により、告別式が行われ、肝臓は、ルチ氏の葬式ではなく、結婚式ですと述べた。蔵師が矢の墓地に埋葬される時に、肝臓は一握りの土をつかみ、その手を高く上げ、感んだかい声で、 ルツシさん万歳と大声で叫んだ。友人の本間俊平が秋吉の大遺跡を採掘して墓石を寄贈し、肝臓がまたう日までと刻んだ。ありがとうございます。